フジャイラとアラブ首長国連邦の地図間全体色の地域がフジャイラ。UAE の東端にあり、オマーン湾に面するフジャイラとアラブ首長国連邦を含む衛星写真左側の海洋がペルシャ湾、右側がオマーン湾、中央がホルムズ海峡であり、イランに対する。フジャイラを南北に走る山岳地帯も見分けられる。郊外のモスクフジャイラは、 アラブ首長国連邦に属するオマーン湾に面した首長国。数カ所の飛び地を要する。原首長はハマドビンムハンマドアイコールシャルキー。首都は同盟のフジャイラ市人口約21万人。面積は1684平方キロメートル。国土の生端は砂漠地帯で大部分は高度300メートル程度の山岳地帯からなる。 ワージが海岸線の手前に形成した線場地は幅数キロメートルの細長い平地を形成している。この地域に唯一の都市が置かれた。北部はムサンラム半島のオマーンデオートビチに接する。フジャイラ国際空港があるが貨物専用であり旅客を扱っていない。市街の北部にはフジャイラ港があり、郊外の船舶と港を結ぶ交通線と数機のガントリークレーンによる コンテナヤードを有する。アブダビで生産した原油をフジャイラーまで運ぶ。パイプラインが建設され、生油所も計画され、ホルムズ海峡を迂回する原油の一大輸出基地へ変貌しつつある。2001年に日本の自衛隊インド洋派遣部隊の補給基地として選ばれた。郊外では、ホルムズ海峡を通り、ペルシア湾に入るための多くの石油タンカーが脅迫し、補給を行っている。 港への関係者以外の立ち入りは厳重に禁止されている。2020年代において、フジャイラからアブダビ西部のグワイファットを結ぶ全長1200キロの鉄道の建設計画が存在する。主張国には、首都フジャイラ市以外に以下の都市がある。ありがとうございます。